応援してくれた皆さん、頑張ってくれたスタッフ、変態的なセリフを強要されたキャストに特別にお年玉を与えよう。まず一つ目にゴールデンカムイの湯の素を全国で配布する。厳しい冬の寒さでもこの温泉に入れば温まるだろう。さらにもう一つ、ブルーレイ &DVD 第4巻から第6巻連動購入特典の原作者野田悟書き下ろしシナリオのドラマ CD に追加でもう1話、江戸貝くんが作った謎の剥製を収録する。特別に少しだけご視聴いただこう。江戸貝くん、江戸貝くん、江戸貝くん、どこ？江戸貝くん、どこに隠れているの？鶴見さん。江戸貝くん、どこ？もう、どこなの？鶴見さん、ここです。あ、豚の剥製の肛門から江戸貝くんの顔が出てきた。なんだ、そこにいたのか江戸貝くん。全然わからなかったよ。ところで鶴見さん、この白熊の隣にある剥製、何の動物か知ってます？これかい？知ってるよ。本当ですか？知ってるとも。本当かな。じゃあ言ってみてくださいよ。江戸貝くん、答え言ってみてごらん。絶対当たってるから。ダメですよそんなの。鶴見さんから答えを言わないと。じゃあ一緒に同時に答えを言おうか。いいかい？いくよ。せーの。何なのだこれは。お年玉狩りだぜ。アジリパさん、ニコ生またやるって。